皆さん、こんにちは。今日は2022年12月1日木曜日です。今日のテーマは中国製の戦闘機を買って航海するミャンマンです。そして最近ですね、中国のあの抗議のことで放送しましたけれども、非常にニュースが多くてですね、まあ、今日はニュースという形で放送したいと思います。 まずはですね、昨日ですが、郝沢民は亡くなりました。あの、私は、えー、そういうメッセージですね、発信しましたけれども、まあ、代表の業績と言いますが、上海にある世界経済道墓、これは新聞社なんですね。この新聞社はもう存在しませんので、もうないんですよ。この新聞社は、主に改革とか、絵画の記事をですね、たくさん発信していたらしいんですよ。 孔卓海はですね、当時上海の初期でしたので、この新聞社を叩きました。このことがですね、天安門事件の始まりとなったと言われています。その後、雇用法ですね、中国の元総書記ですが、亡くなったんですね。まあ、やはり改革はもう無理ですよねと。大学生たちは妊娠期して、やはり無理ですよねと。なので、雇用法。 元総書記を記念するために、そういう追悼式ですね。天安門広場で開催しました。まあ、中央政府はですね、雨で止めて、そこで暴力も負ったんですよ。これで学生たちはどんどん抗議するようになってきましたね。まあ、これが天安門事件の始まりと言われていますが、まあ、彼はですね、江沢組はソ連留学したことがありますので、まあ、ロシア語はですね、非常に上手なんですよ。 手ぶらでですね、スピーチできるんですよ。なので、ロシア語は本当に、まあ、あの、上手ですね。そして、2014年ですね、多分そうですが、プーチン大統領ですね、まあ、当時は習近平が登場したんですよね。でも、プーチン大統領はですね、上海にいたんですよ。タク民は上海にいますので、で、プーチンとタク民二人会談して、習近平はなしでですね。なので、二人の関係は非常にいいんですよ。これも、 あの、内部の情報なんですが、江沢民はですね、あの、KGB、ソ連のですね、あの、そういう機密警察、あるいは、まあ、公会ですね、まあ、スパイ組織ですが、そこに行ったんですよ。訓練を受けたんですね。そして、まあ、江沢民というのはですね、訓練を受けたというよりですね、まあ、利用されましたね。あの、KGB の女性のスパイですね、まあ、ツバメと言いますが、はめられて、 まあそういうですね、写真とか、やはり、まあなったんですね。なので、ソ連側の言う通りで動かないといけなかったんですね。なので、孔駄民はものすごいですね、あのソ連と、 まあ、あるいは、その後ですね、ロシアとなったんですが、あの、契約してですね、もう領土の問題はありませんよと、あの、中国のですね、一部の領土を、もういいですよと、言いませんよと、いうのがあったんですね。なので、江沢民はですね、あの、その人はですね、あんまりいい人ではないんですね。あの、なと言いますかね、日本に対しても、あまり友好的でもないんですね。うん、あの、すごい外交上手とか、ないんですね。 あの、演技上手ですね。演技が上手です。少なくても習近平よりはですね、上手です。そして、あの、彼はですね、あの、結構知識はあると思います。英語もペラペラですし、ソ連語、まあ、ロシア語もペラペラですし、結構ですね、学歴もありますので、あの時代はですね、やはり勉強とかされるたんですね、と思います。やはりね、現実ですが。でも習近平は、本当に何もないです。 えー、そして今日の続きですが、えー、ニュースです。一つ、11月29日、イギリスのスナック首相ですね、就任されて、初めての外交演説をしました。中国との合コンの時代はもう終わったんですよ、と言いました。貿易で平和、政治の改革はできるという考え方はですね、幼稚な考えです、と。なので、もう我々は子供でした。そういうイメージですね。 あるいは中国に騙されたんですよ。そういうイメージですね。中国はイギリスの価値観と利益に体制上の調整に突きつけていると。中国は独裁国家になっていく。危険になっていく。そういうふうに評価しました。2014年ですね。イギリスと中国の関係はですね、とても仲良かったんですよ。あの頃はですね、合々の時代になると、両国はですね、宣言したんですよ。当時は習近平、 イギリスにいたんですね。訪問にいたんですね。イギリスはですね、中国からの投資を積極的に受け入れていました。イギリスの政治家の認識ですが、独裁的な国家ではあるんですが、でも貿易は貿易、経済は経済、まあ、あの、政治は政治ですっていうような考え方でしたね。スナク首相はですね、厳しい発言されました。そして、 えー、アメリカ、日本、オーストラリア、カナダ、7などの国ですね。主に G7 ですが、同じ価値観を持つ国と連携して、中国の調整に向かうよというふうに言っていました。これに関して、中国側は返事はありません。まあ、中国はですね、アメリカとの関係は現状維持です。カナダとの関係は修復はほぼないんですね。 この間話をしましたが、ないんですね。そして、オーストラリアとの関係も修復はまだやっていないんですよ。そして、イギリスとの関係は、まあ、修復は厳しいでしょうと。あの、思いっきりですね、言われましたし。そして、これからですが、EU のミッシェル議長ですね、明日と言いますが、12月1日、今日ですが、もう訪問しますので、注目したいと思います。昨日ですね、イギリスの 原子力発電所ですね。サイズウェル C という会社に参加するよというのがですね、中国の中国総合原子力発電グループ CGN という会社ですね。そこに工事するということなんですよ。まあ、このことをですね、排除するよとイギリス側は発表しました。ちなみにですね、中国の会社はこのプロジェクトの20%株権を持っているんですよ。 中国会社はやはり嫌ですので出て行きたくないんです。でも結論としてはイギリス側はですね、8.13億ドル出すから出ていてくれと言いました。そしてフランス側は入っていきますので、同じく8.13億ドルアメリカドル出すから中国の企業は排除する。いりませんよと。まあ、つまり中国の企業ですね、持っている20%の株権をイギリスとフランス側は買い取るから出ていてくれ。 という意味なんですよ。これは非常にいいでしょうというふうに思います。2015年ですね、同じね,ね、ね、イギリスと中国の関係は非常に仲良くて、中英というのは中国とイギリス連合声明ではですね、中国の中国総合原子力発電グループ CGN 社ですね、イギリスで原子力発電所の建設及び運営ですね、大歓迎ですよと言っていたんですよ。まあ、これはですね、合コンの時代と呼ばれていたんです。 そして、イギリスにはですね、他の二貫所にもあるんですよ。原発のプロジェクトはあるんですが、まあ、中国は一応ですね、建設するには入ってるんですね。でも、ダメになるでしょうというふうに思います。まあ、この間ですね、先週でしたが、イギリス側ははっきり言いましたね。イギリスにある中国製の防犯カメラ、そして中国ファーウェイが設置した、そういう マッファイブチとかね、そういう、ま、記事力ですね、機械ですが危ないですよと、はっきり言っていました。これから電源を切ること、あるいは少しずつですね、お金はかかりますので、少しずつ入れ替わるというふうに言っていたんですね。なので、これでわかるのはですね、イギリス側は本当にすごいです。あの、やはり力はあるというふうに思います。行動力はあるというふうに思います。 次ですに、ね、中国の低収入という線が今まではないんですよ。なので、どこまでが富裕層なのか。大体、それはイメージはですね、あるんですけれども、そ,そして、どこまでが低収入なのか、線がないんですね。11月十9日、中国は特別支援のために、新しい制度を導入すると発表しました。そして、低収入の人はですね、相当多いんですよ。 低収入とはですね、3人家族で世帯収入は、まあ年収ですが、年収ですね、10.2万元です。まあ10万元と2000元ですね。10.2万元です。197万円ぐらいですね。まああの、これは世帯年収の、3人家族の世帯年収でしたら、これより低かったら低収入ですよという意味です。まあ、これからですね、 低収入の世帯に対して何かの特別支援を考えるっていう意味ですが、何もやっていませんよ。これからって感じですね。でもやるとは思えないですね。まあこれは注目しましょう。これでわかるのはですね、中国は自称、大国、あるいは我々は社会主義ですよと言っているのですが、でも中国にはですね、まだしっかりとした社会保障制度がないんですよ。 なぜならですね、低収入の線ですらないんですよ。なので、社会保障の制度はなかったんですね。低収入の線は、今回は初めて出てきました。今までですね、低収入の線はなかったんですが、まあ、我々はよく自慢しますが、世界第二位経済規模ですよと自慢しますし、でも現実ではですね、税金を取る力は世界一です。でも、社会保障制度がないんですよ。次です、さ 11月28日、インドネシア部隊の司令官ですね。話をしました。これからマレーシア、ブルネとの関係を強化したいです。南、シナ海の集権に対抗するためです。まあこれは中国のことですね。次の軍事演習に準備したいと言っていました。ちなみに今年ですね、2回あったんですね。で、日本も参加しましたが、まあ軍事演習ですが。 次ですよ。現在、アメリカでは iPhone 14 Pro Max ですね。そういう機種ですが、購入すると約37日間待つらしいんですね。まあ、これからはさらに待つ期間が長くなるかもしれません。現在、中国の定主ですね。にある Foxcon という会社は20万人の従業員はいています。しかし、これから中国は旧正月に向かっていくので、さらに 従業員不足になるでしょうと言われています。この間ですね、約10万人逃げたんですよ。次です。5。11月29日、アメリカの国防省ですね、中国の軍事活動に関する年次レポートを公開しました。2035年までに核弾頭の量ですね、中国が持つ核弾頭の量は今の4倍になるでしょう。つまり1500発ぐらいになるでしょう。 2021年のレポートでしたが、当時中国は400パス超の弾頭を持っていたらしいんですね。習近平は共産党大会で言いました。核の大国にして防衛力を強化するよと言っていました。ちなみにアメリカ側は3500パス所有しています。中には古いものもあるんですよ。アメリカ側は核弾頭について中国と話し合いをしようとしてるんですよ。 でも中国は核についての話し合いはなしです。そういうふうに言っているんですね。原因としては話をしてもいいんですが、話をする前にアメリカは自分を核弾頭を処分してからというふうに言っているんですよ。しかしですが、アメリカ側は量の話し合いではないんですよ。安全の壁、あるいはそういうルールを作りましょうかっていう話なんですね。中国は完全に拒否しています。次です。6。 ドイツ軍側はですね、発表しました。中国の産業、サプライチェーンに依存して、弾薬の製造ですね、できなくなってしまいました。銃の弾にしてもですね、砲弾にしても、弾薬の製造にはですね、リンダーっていうものが必要です。これは何か繊維らしいんですね。そのものが製造するのはですね、100%中国らしいんですよ。そして、コロナの影響もあって、 現在の調達は厳しかったです。今はですね、注文して6ヶ月から9ヶ月かかるらしいんですね。また、ドイツの大学を製造する会社にしてもですね、中国からの原材料を依存しています。例えば、火薬ですね。この1年間、中国の会社はですね、納品していない状態なんですよ。仕方なくて、ドイツはヨーロッパで火薬を探してるんですね。 でも、納品はですね、2年先、3年先なんですよ。NATO の加盟国のルールではあるんですが、自分の弾薬の他の量ですね、30日間戦争する量を準備しましょうということです。まあ、ドイツの国防省が発表しましたが、ドイツの総合にはですね、まあ、戦争するとですね、約2日間の弾薬しかありませんよと言っています。しかし、現在増産しようとしても、材料がないんです。 次です。7。11月29日、ミャンマー軍側が発表しました。中国から戦闘機ですね。納付されましたが、品質は全然ダメですよと。ミャンマー軍は、ミャンマー軍の空軍ですね。乗りません。そういう風に言っていたんですよ。2018年、16機購入したんですね。これは FC-1 戦闘機、あるいは JF-17。まあこれは同じなんですが、 2500万アメリカドルです。これは安いらしいですね。でも飛ぶことは可能です。ただしですね、武器の発射システムはとても複雑であって、部品もですね、西洋側の制裁を受けて、これから武器の交換はできない状態です。まだ仮のミサイルを搭載して発射実験したんですよ。精度はとても悪かったです。この4年間ですね、あまり乗っていないんですよ。 乗るとですね、交換部品が増えてくるので、でも部品がないんです。なので困っていますと。習近平が登場して、中国はですね、武器の輸出は増え、増えました。まあ、とにかく安いんですね。とても魅力的に見えるんですよ。でも買ってですね、みんないりませんと評価するんです。この戦闘機はですね、パキスタンと中国空軍連携して開発したものではあるんです。 ミャンマー軍は世界で初めて発注した国ですね。やはり兄弟っていう意味ですから。今年9月、アルゼンチン側も購入しようかと考えていたんですが、結果はですね、まあ、乗ってみて、そしてシャツも来たんですが、中国の政府の戦闘機はですね、アメリカ製とロシア製と比べて、まだ 成熟ではないと評価しました。つまり、まだまだですね。特に、メンテナンス、部品の交換、問題が起きるでしょう。と言って、諦めていました。正解ですね。次です。8。カタールとドイツですね。天然ガスの契約をしました。2026年から送りますよと。しかしですね、量はまだ本当に少ないんですよ。でも、期間はですね、15年間の契約ではあります。 カタールはですね、一旦アメリカの会社に納めてから、アメリカの会社を経由してドイツに納めるんですね。まあ、ドイツはこれから天然ガスの購入をですね、多元化にしようと思われます。次です。9。ロイター社通信社ですね。報道ですが、11月29日、ロシアはインドに対していろんな部品の提供を要求しました。500種類以上ですね。 自動車の部品、飛行機の部品、列車の部品がメインです。そして紙ですね。栄養の紙ですね。そして紙を作る原材料もそうですが、機械もそうですし。そして織物ですね。アパレルの織物の機械、設備の部品ですね。そしてプラスチックの原材料もそうですが、欲しいですよと。インド側はですね、許可しました。やはりインドとロシアは普通ではありませんので、 まあ、ロシアは侵攻で、ロシア侵攻で制裁を受けていますので、特に飛行機の部品ですね、ないんですよ。部品がないと、旅客機は飛べないんです。また、世界の自動車メーカーもですね、まあ、日本車もそうですが、みんなロシアから撤退しました。自動車の部品もなくなったんです。インドはですね、ロシアに制裁していません。ロシア侵攻に対して批判したり、攻めたりはしていません。 今年2月24日から10月20日までですね、8ヶ月の間、インドはロシアから大量なエネルギーを購入しました。例年の5倍以上ですね。まあ転売もしましたが、インドの行動でみんなの生産の効果が減少しますと言われています。次です。10。11月29日、バイデン大統領は発表しました。 世界民主主義サミットですね。2回目の開催は2023年3月29日から30日に開催すると。これはオンラインの形,、まあ、形ですね。アメリカ、韓国、オランダ、サンビアとコスタリカという5カ国ですね。共同開催すると発表しました。 ごカ国の収納はそこでスピーチしてもらいます。これは去年ですね、1回目の初めてのそういうサミットでありったんですが、日本は参加してそこでスピーチしました。まあ、順番でしょうと思いますが、民主国家は国民のために何をやっているでしょうかアピールしてもらいます。そして民主国家の強さをアピールしてもらいますと。まあ、ロシアと中国はですね、7な100、 各国以上の国はですね、参加する資格はないんですよ。台湾の大統領では、まあ出ませんけれども、でも台湾の国会の議長、あるいはアメリカに似てる台湾の代表が参加するでしょうと思います。 次です。11。中国の元雑誌の編集長はですね、アメリカへ移民しました。まあ、11月29日に警告を出しました。ツイッターの ID であり、中国抗議チャイナプロセス2022という、2022というあの ID があるんですね。このユーザーは中国の武装警察のユーザーですよと警告しました。目的ではですね、あの抗議するグループに入って情報収集するためですよと。 そして今月に作った ID ではあって、11月27日に発信したものは、各地域での抗議の内容と中国政府、習近平への批判の内容もあるんですよ。いろんなグループに入っていて、集会の場所とか内容を収集することですよと。このような ID はですね、他にもありますよと、気をつけてと呼びかけています。 次です。12あ。皆様もご存知ですね。アリババのジャック・マーと家族ですね。東京で約半年間生活してるんですね。まあ、こういう話はですね、ちらちらっていう話は聞いてはあるんですが、証拠はないんですね。でも、まあ、中国での話なんですが、まあ、これも私も聞いた話なんですけども、あの、あの、孫社長ですね。 あの、アリババ,アリバ、アリババっていうか、ソフトバンクの孫社長ですね。孫社長は、プレゼントをしたというか、自分の別荘ですね。そんでもらってるんですね。で、そこで、あの、満喫しています。そして、あの、そういう芸術品とか集めたりしますし、あるいは絵もですね、あの、描くこともしますし、そういういろんな趣味ですね。スキーも行きますし、温泉も楽しむし、あの、楽しんでるっていう意味ですので、それから出張も行きますので、アメリカとか、 中長行きますが、あの、まあ、東京を拠点にするですね。そして、あの、まあ、東京のですね、非常に繁華街のそういうところにしか行かないので、そして動くときもですね、あまり目立たないように動いてはありますし、まあ、これは理解できますね。やはりソフトバンクの孫社長のおかげで、あの、投資されてですね、 まあ、アリババの弱マはですね、ここまで成長してきましたし、まあ、あるいは、アリババこの会社もですね、まあ、アントという会社もそうですが、まあ、あの、ね、ソフトバンクの会社と、まあ、総社長との、えー、関係も深いですからですね。なので、二人の関係は日本を拠点にして、まあ、活動するというのは、まあ、普通かなというふうに思いますが。次です、13。 丸亀製麺ですね。丸亀、おうどんですね。丸亀製麺ですね。コロナの影響で中国の事業をやめたんですよ、まあ。店舗は50ぐらいあったんですが、もうゼロでとなったんですね。10月30日、えー、中国の大手ですね、会社 CP グループですね。まあ、大勢グループと言いますが、連携して中国での事業を再開するよと発表しました。 この CP グループはですね、中国系のタイに本社を置いてる会社なんですよ。ちなみにですね、この CP グループの裏はですね、非常に深いんですね。習近平のおい子ですね、習明生さんなんですね。習明生で、お子さんは、社、チジュンですね。社さん。で、お父さんはですね、社国民さんなんですね。社国民さん。社国民さんというのは CP グループの社長さんなんですよ。なので、この会社は、 まあ一応、習近平のつながりがあるということですね。ちなみにですね、中国の科教生物技術っていう会社あるんですね。これは中国の国産ワクチンを製造する会社なんですよ。今は、まあ当然ですが、大変儲かっていますので、中国の国内でも使いますし、海外でも輸出しますし、あまり寄付はしないですね。以前のドカで話をしましたが、すごい打っています。輸出ですね。効果はないのに。 今は全然売れないですが、当然ですね。そしてこの CP グループはですね、このワクチン製造する会社の株の15%の株を所有しています。また、2021年ですね、タイはですね、中国人のワクチンを輸入していたんですよ。200万人分のワクチンはこの会社経由して買ったんですね。 なので、まあ一応ですね、そういう裏の話なのですが、まあ大体ですね、中部ではそういう商売をするってなってくるとですね、どうしてもそういうつながりですね、がないと逆にできないですね。あのー、まあそういうが、まあ現実ですね。そういうふうに思いますが、まあ、気をつけてほしいと言いたいんですが、でもね、でもある意味ですね、これからは、 マルカメ生命ですね、絶対そういう人脈を使っていますので、多分これから中国はですね、オープンになっていくよねっていう前提で投資してるでしょうというふうに思いますが、ま,あ、まさかこのままロックダウンの状態であの、ね、展開すると、中国で事業を展開するというのは、再開するというのはないでしょうというふうに思いますが、そもそも最初から、あのまあ、去年ですが、 あの、やめたわけですので。なので、何か情報があってですね、そういうふうに行動を出したでしょうというふうに思いますが。まあ、そうですね。そういうふうに思いますが。まあ、気をつけてほしいというふうに思いますが。まだそういう情報ですね、皆さんに話をしたいと思います。この動画はここまでしたと思います。最後、いいねのボタンをお願いいたします。ありがとうございました。